さあ、それでは皆さん、2023年もついに12月に入ってしまいました。びっくりしますね、この時間の速さ。あっという間ですよ、本当に。で、12月、まあ、毎年やってますけれども、12月一体どんなことするんですかということをまたおさらいをしていきたいと思うんですけれども、あのじゃあ皆さんに聞いてみましょう。日本の12月というのは、どんな行事がありますか どんな習慣がありますかどんな風習がありますかというのを皆さんにまずインドネシアの日本日本が大好きな人たちに聞いていきましょう。さあ日本の12月といえば何でしょうかさあ手を挙げて何でもいいですよ。一つずつ何でも言ってください。はい。で、イジ先生からいきましょうか。何でしょうあの北海道。 海冬休み、うん、や冬祭りああ、雪祭,雪祭り。雪祭り、雪<あ>りま。そうね。<Okay. S 2> <Okay. S 1> いきなり、デイジ先生は日本の地方の行事の話を話してくれましたが、そうね。あの、12月は日本の、あの、全国、いろんなところで、いろんな行事が、 あるんですが、まあ、一番有名ねえ、デージー先生もちろん行ったことがありまして、お答えくださもちろん行ったことはちょっと遠いですからね。ね遠いです、ね。デージー先生が行ったことがあるのは東京だけ東京、ね、大阪だ。 あそうですね。鎌倉、鎌倉は<う>あの神奈川県ですね。そうか、そうか。やっぱ北海道とかね、九州とか沖縄とかってすごく遠いから、ね、日本へ、デジ先生2回かな、行ったことがあるのはね。2回か3回行きましたが、やっぱりそんな遠くまでは行けないですよね。雪祭り行ったことがある人。お <laughs> ソニアさんソニアさん雪祭り行ったことがある。いつ頃行きましたか、ソニアさん。2>, 2学生。 2> 2月か1月何年何年前あ2006年 <laughs> 2006年ねちょっともう昔ですね18年ぐらい前168 <laughs> 何ぐらい前ですねどそれはもう雪まつり絶対見たいと思って行ったんですかたまたまあ友達と一緒に行きましたじゃあもう雪まつ、ね、<laughs> り はい、熱気祭りって十二月、一月。ええー。お母さん。二月,月,月,月だ。二月だ。二月だ。レイジー先生。違う。十二月じゃない。二月だ、そうです。二月ですね。ああ、十二月うう祭りね。うん、まあ、でも、あの、ね、うん、あの、日本の冬の風物詩ということでね。レイジー先生覚えていたんですね。二月ということです。じゃあ、あ他に。十二月は何があるでしょう。あやさん、行きましょう。それじゃ。 イルミネーション。イルミネーションね。ンまあいろんな。街、はい、のどこにでも。<の>イルミネーションが。そうあのやっぱりあのクリスマスとか、やっぱお正月があが近づいてくると、日本の大都会ね、大きい街は、もうイルミネーションバリバリですごくまあ綺麗になるんです。インドネシアってそれないのインドネシアは。 なんか昔、か私がまだ小学生ぐらいの頃は、ルバラン、あの<っ>ラマ,ラマーダンが,あのバランが近づいてくると、こっちの街もああの日本みたいなイルミネーションっぽいやつで街飾られたりするんですけど、今はどうなってるのか。どこイルミネーションしてたのどんなところあの去年 これ皆さん覚えてますか去年の,あのムシムパタヒラですよね。それでもイルミネーションであります。フタヒラ広場ね。あそうなの,の行ってみたい。レーザー、レーザーでなんか。レーザーでね。うん、やったりとか。でも日本みたいなあの小さいランプ小さいランプ、そうそうそう、それそれ。あの、通り、ね、大きい通りを全部やって、こういうのはないのね、インドネシアは。 ありました。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 ありましーありました。ありました。ありました。ありすごいあのイルミネーションとかイルミあのえそれジャヤプラ というところは、すいません、ちょっと先生、勉強不足ですが。パプア、キリスト教が多いんですかはい。じゃあ、やっぱりイルミネーションって、キリスト教のクリスマスが関係すると、するところが多いということですね、やっぱり。 であのその私たちが今住んでいるジ,ジャカルタとかは、やっぱりイスラム教の人たちが多いから、あのなんかちょっとそ,うそんなに派手にイル,ミショイルミネーションないということですね。はい、ありがとうございました。12月、イルミネーションが多いんじゃないかな、日本はということでね、ありがとうございますあやさん。他には、日本の12月、さあ、どんなことがあるか、じゃはい、えー、ソニアさん。おどうぞ。掃除 大掃除<ー>そうなのそうなんです。もうね、浜地さんがうんうんっていうふうにねあの、そうですか、やっぱ浜地さん。大掃除ですかね、日本は、12月。はい、12月に大掃除する監修がありますが、うちは暖かいうちから始めます。寒いときはつらいので、そうですね。私も10月ぐらいから始めました。ああ、なるほど、まあ。確かに掃除というのは 毎日の積み重ね。毎日やると一番楽ちんなんですが、なかなか毎日、うーん、する時間がない。で、一年に一回、年末、まとめていろんな、いつもできないような。例えばね、換気扇ってわかりますか皆さん。あの、台所の、あの、コンロの上、コンポールの上って、あの、扇風機があるでしょ これ、あの、換気扇と言うんですが、この換気扇とかが汚れているの。こうのってやっぱ毎日掃除はできないんですね。なんとなく大変だから。で、こういうところをやったりとかするんです。で、それから、あの、はい、窓の掃除も、もちろん窓の掃除も、拭き掃除も、あの、しょっちゅうやるんですが、もっと細かいところまできちんとやったりとかね、そういうのを年末の大掃除の時にするんですが、あの、まあ、さっき、浜地さんがおっしゃったように、 もうやっぱり12月って寒いから掃除なんかやってられないのもう寒くてから体もあまり動きたくないしだからあったかいうちにする人,人も多いですねはいありがとうございますさあ他にはどんなことがあるでしょうか日本人の方でもいいですよ<え>さあ,あやさんえっとあやさんじゃあ行きましょうかあれあ歌合戦あ紅白歌合戦ね、うんはい、じゃあ、えー、あやさん紅白歌合戦を日本語で説明してください 日本語では番組で、あのー、歌う番組でなんか2チームに分かれて、うん、赤と白いですよね赤と白、はい、赤と白で、うん、ねあのー、まあ、それぞれのチームがまあ人気な歌手とかグループとかアイドルに含めて何を、うん、歌って、うん、で誰が勝つかみたいな、うんうん、そうですねどこの番組ですか ?NHK? はい、N.H.K. です。何月何日？元旦元旦, <laughs>、うん、元旦ではない元旦じゃない <laughs> 元旦の前の日 <laughs> の前の日じゃあ,あの最後のあの三十一日はいそうです十二月三十一日大晦日ですねはい大晦日白組と赤組は白組白組と赤組って今も男性女性ですかね？あそれわかるそこまでわかりません。 そう,うでしょう日本人の方に聞いています。小川さん、浜地さん、渡辺先生。今も赤組、白組って男性、女性ですか女性、男性。今時なので、チャンプールになったりとかするのかなと思いましたけれども。まだ<私>去年は男性と女性に分かれています。そうですね、はいはい、白組が男性、そして赤組が女性に分かれて、うんえー、12月31日の、えー、大晦日に。 NHK が行います紅白歌合戦という歌のコンテストですね。まあ、あの、む <laughs> あります。もう先生が多分生まれる前からあるんじゃないかというぐらい昔からやってますけどもね。あの、あやさんは見たことありますかテレビで。あやさん、ミュートです、ねあ。ごめんなさい。うん、紅白歌合戦は見たことないんですけど、ももいろ歌合戦も見たことあるんです。ももいろ歌合戦 はい、何も思い出ろ歌合戦ってインターネットで、アグマテレビで見れる、うん、紅白歌合戦っぽい。ああ、そうなんですね。<laughs> じゃあもう、はい、NHK に対して、あのそのインターネットの世界でもちゃんとそのあの歌合戦をやるって,言ってるわけですね、今ね。すごい。はい,はい、いろいろ知らないことがいっぱいありますね。はい。<laughs> 他には、じゃあ日本人の方からでも大丈夫です。12月といえば ?12 月といえば さあ、さあ、渡辺先生いっちゃおうかな、もう、もう日本に長く,、はい、長く住んでいないな、渡辺先生にちょっと意地悪して。えー、はい、えー、忘年会は出ましたでしょうか忘年会出てないですよ、まだ。渡辺先生、さあ、忘年会をじゃあ日本語で説明してくださいませ。はい、えー、忘年会はですね、うん、はい、えー、1年、まあ、仕事仲間や趣味の仲間など、 お世話になった人と一緒に集まって、今年し1年、どうもありがとうございました、また来年も1年よろしくお願いしますということで、一緒に食事をしたり、うん、お酒を飲んだりする会です、うん。はい、そうですね。渡辺先生はだいたい毎年12月、何回ぐらい、忘年会がありますか、はい、えか、ー、2回2、3回ぐらいでしょうか。 意外、もっとバンバンやってるかと思いました。でも、渡辺先生、そうか、授業が夜8時までありますから、なかなか誘われてもいけないですよね。<laughs> すみませんね。お中さんかはありますね。はいこれね、まあ、若い時はものすごくはありますけれども、小川さん、若い頃何回ぐらいで、今何回ぐらいですか ?12 月5年間。若い頃 <laughs>、うん、若い頃忘れてた。今も若い、今も若い。<laughs> 若い,いや、でも、 そうですね今の方が多いですね。ね、うん、今、ズームとかでできる。ね、なるほどね。ズームも含めて、ズームも含めて、12月、今年の12月、だいたい何回ぐらい忘年会ありそうですか ?6 回ぐらい。あ、多い。多いじゃないですか。<laughs> その6回の中に、フリープログラムの忘年会も入ってますか 7回です。七回ね <laughs>、はいあの。今年もジョガイトコミュニケーションクラブフリープログラムの忘年会、オンラインで行いますので、皆さん、また JCC からのご連絡しますけれども、オンラインで行いますので、ぜひ参加してくださいね。はい。それでは、えー、浜地さんも聞いちゃおうかな。忘年会、今年何回ぐらい喉痛めてますけど。予定なしです。予定なし。いやいや、あるですよね。フリープログラムの忘年会。はい、1回です。 はい、私も1回ですコロナからなかなか集まりませんよね。そなんとなくあのちょっと難しい話かもしれないですけどもコロナの時に、まあ、みんなが集まることができなくなってで忘年会って本当に必要なんだろうかって考える人たちがすごく増えてきてでだんだんこう淘汰されていくどんだんだんだんこうカットされてきた。 なんか今までなんとなく忘年会やってたっていう人たちがもういいよ、上司と一緒に忘年会なんてっていうふうに言って減ってきたこともあります。だからコロナが今なんとなくもう、あの、なくなってきたのに忘年会自体は元のように数多くやらなくなってきたという現実はありますね。今ね。はい。じゃあ皆さんに聞きます、インドネシア人の。インドネシア人の皆さん、忘年会ってやる どう,どうえ、あやさんはうんうんうん。デイジ先生もうん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 う一先生がちょっとうんうんうん。一先生どうですかねボネ会ってしますかボネ年会という言葉がありませんが、でも私はえっと、まあ、高校生からずっとお正月の時、山登りしています。うん えー、素晴らしい。うん、素晴らしい。もね、うましい一先生は本当にきちっとね、それはあのー、ずっと必ずやってますけどもね、なんかそれと同じように、日本人も何かの時に必ず何かをするっていうのが好きなのよ、日本人は。だから、12月は年の終わりに忘年会をする。で、1月は年の初めに新年会をする。 <laughs> 3月はやっぱりあの終わり、あの楽器の終わりだから、なんかみんなでやっぱりお花,お花見をするみたいなね、なんから集まってなんかをするっていうのはすごく好きなのね、日本人は。面倒くさいかもしれないですが、だからこれはどうしてもという感じなんですね。じゃあ、ちょっとはお話をしてみましょうか、絵を見ながらね、皆さんからいろいろ聞きましたので、バードルさん、よろしくお願いします。 はい、いろいろ写真を集めてみました。正月ことはじめという言葉があって、これは正月ことはじめは、え、お正月なんじゃないですかじゃなくて、お正月を迎えるためにいろいろ準備をする。これを正月ことはじめと言います。12月の言葉ですね。12月13日です。 12月13日がお正月を迎えるため新しい年を迎えるためのいろいろやっていくんですよということなんですが例えば例えばどうぞファドルさんはいこれね何をしてるこれは年賀状、はい、年賀状書いてるんですねす、うん、そう最近はねやっぱり e mail とかそれから w a t s app とかも SNS が流行っているので年賀状を書く人が本 本当に減ってきたんですけれども、まあ、あの、どんどん書いていきますね。そして、あの、秋葉原さんおめでとうございますって書いてあるんだけど、12月のうちに出しますね。はい。次の写真いきましょうか。はい。どうぞ。はい。これ、ね、渡辺先生がすぐに言ってくださいました。忘年会でございますね。はい。飲んで食べて楽しく喋るという感じでカラオケ行ったりとかもしますね。はい。次の写真。 はい、はい、これは何も<ち>うん餅好き餅好、うん、き餅好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 き餅をつきます餅好きですね、はい、でこれはあのもちろん昔はねむか先生がほんと小さい時っていうのは先生のおじいちゃんのうちにこれがありましたであの親戚がみんな集まってこうやってやって で、女の人たちとかって、餅を一つずつ、熱い、熱い、熱いとかって言いながら、あの餅をこうあの、作ったりとかするんですが、これ餅つき。今は、普通のお家にこんな大きい餅つきはないのであの、町内会とかで集まってやったりとかします。あと、イベントとかでね。はい。次の写真ですね。これはちょっとスペシャルですね。あの、京都の舞妓さんたちかな。舞妓さんたちが、やはり、その、また、 お正月、新しい年頑張りましょうね、ということで、ご挨拶にね、あの、先生のところにご挨拶に行ったりとかするというね、あの写真でございます。はい。次の写真行きましょう。はい。次は、えー、12月22日、冬至という、これは一年の中で一番お昼の時間が短い時なんですね。で、この冬至という、冬至って冬に至る、冬に至る、菅参拝 須田参拝ウィンターという意味ですね。当時の7種と書いてありますが、この当時の日に食べるといいと言われているものがあります。それがここに書いてある食べ物ですね。かぼちゃ、寒天、レンコン、にんじん、にんじん、はい、きんかん、うどん、ぎんなん。で、これは全部、この、この、この食べ物は、実を言うと、 カボチャ以外は一つ共通点があります。カボチャ以外はこのレンコン、寒天、ニンチン、キンカン、うどん、銀ン,ンって共通点がある。<や>何、うん、カボチャ何が同じ銀ン,ンうどん、キンカン。うんです。うん、うんです。そうです。でージ先生かな今いまうんです。 ね、この寒天、れんこん,ん,ん、にんじん、きんかん、どん、ぎんなんていうのは最後に全部うんがついていますね。だからうんがつく。うんって何 <laughs>、うん、ラッキーです。で、え、なんでかぼちゃかぼちゃ,かぼちゃは仲間外れです。仲間外れなんだけど、実はかぼちゃの別名があるの。かぼちゃというのは、 もう一つ言葉があって、はい、これね、しみちゃん、しみズさん書いてくださいました。軟禁って言うんです、かぼちゃは。別名軟禁というんですね。だから、かぼちゃは本当は軟禁で同じように、うんがつくんですね。で、うんをたくさん体に入れて、うんを、ね、あのえあのつきましょうっていう自分のものにしましょうということで、はい、これたくさん食べてくださいということですね。はい、次の写真いきましょう。ほい。

ゆずが。ゆず、そうなんです。これね、ゆず湯と言いますね。ゆず湯。ゆずはい。あの、ゆずを入れたお風呂、ゆず湯ですね。で、<ー>これも体がとってもあったまると言われていますね。はい。これね、あの、自分の家の家でやると、自分の家のお風呂でやると、ゆずとてもたくさん必要になって大変なんですけれども、<ー>こういうふうにね、あの、温泉とか行くとこういうことしてるところもありますね。はい。ゆず湯です。はい。先生,先生、はい、あれ 何の果物ですか、この大きいのが。それもあれはユズですかこれね、袋の中に多分、ね、ネットの中に、袋の中にユズがいっぱい入かぼちゃみたいですよね。私先生もちょっと一緒あると思いますけれども、はいうなんです。はい、次の写真いきましょうか。どん、はい、さあ。 クリスマスマそうですね、クリスマスですね。はい、ちょっとすいません。これ、ウォーターマーク入ってますね。ごめんなさい。はい、クリスマス。日本も別にクリスチャンの人は少ないですけれども、クリスマスは一つの楽しいイベントとしてあの行いますね。はい。さあ、次の写真です。さあ、これは何 <laughs> カドマツ。カドマツ。カドマツ。はい、ありがとうございます。これは日本の玄関に、 あの、この、あの、一対ね、一対というのは、サトセットですね。一対置く、この角松という飾りですね。日本の飾り、お正月の飾りなんですが、もうでもさすがに、このお正月の飾りがぴったりな玄関があまりなかったりとか、あるいはこの角松がとても高いので、小さいものを飾ったりとかします。パドリさん、次の写真。こんな感じ。<laughs> ね。あの、これテーブルの上に。 あの花と一緒にちょっと飾るっていうのもかわいいでしょ、これもね、これもかわいいと思うんですが、はいで,、えー、で例えば、ファトリーさん、次の写真いきましょう。本当に門松はねいろんな種類があの売ってあるんですね、ほあの玄関用からあの、まあ、立派なレストランの玄関用から、普通のお家そしてテーブル用みたいなのがたくさん売ってます。100円ショップにダイソーにも売ってますよ、はいちっちゃいのはね。はい 次の写真です。はい。さあ、これは何ださあうん、考えてる。一先生考えてる。え、変わった。聞いたことある。見たことある。聞いたことある。出てこないですね、名前が。はい。日本人の方でも結構ですよ。さあ、日本人の方。日本人の方から名前、声がない。どうしよう。め縄。め縄。はい。ありがとうございました。あまりさん。はい。締縄でございますね。<laughs> 玄関の上に飾るんです、このめ縄。 でも、悲しいことに最近は日本はね、締め縄も少なくなってました。びっくりしました、先生は。あの去年とかおととしに日本を書いたときに、あえいやいや、日本に正月に書いてない私は。とにかく、えー、写真を見たのかなとにかく、締め縄をするところが少なくなっていますが。で、えー、でこれは昔からの,あのトラディショナルな締め縄。で、次の写真。はい。こんなちょっとね、モダンな。 玄関にはモダンなこれ、ね、もうお,正月かお正月のこのリース、お正月のリースからしめ縄に変わるんですが、12月25日まではおあのクリスマスのリース飾りですね。でそして25日が終わったらしめ縄になっていくんですが、もうほとんどこれ、クリスマスのリースもお正月のしめ縄も同じものしているところも多いです、ね。似ているので、なんとなく色がなんかゴールドとか。 赤とか緑とかね、そんな感じで併用している同じものを使っている家も結構多いようです。さあ次の写真です。さあ、これは何鏡餅です。そうです。これもお正月のための飾りですね。この2つあるのはお月様と太陽だそうです。お月様と太陽ですね。で、あのえー、丸い、丸くて平和な 毎日を重ねることによって自分の人生が平和でいけ、あの、また一年平和でいられますのようにというような意味もあるそうです。鏡餅。次これはね、先生、また今日は。そう、年越しそば。はい、ありがとうございます。もうね、あの、ちょっとお昼ご飯食べてないのですごく今食べたいなと思いますた <laughs> これね。年越しそばです。で、これは、 年越しそばというのはおそばが結構切れやすいんですね。切れ食べてるとポッポッと切れちゃうんです、おそばって。なので悪いことはこの1年の大晦日のうちに切っちゃって悪いことは。 新しい年を迎えましょうという意味なんだそうですね。ねあのなんとなくお蕎麦って長あのパンジャーモールですね、長いあのとにかく長生きできるようにってちょっと考えがちですが、実はお蕎麦というのは切れやすくて、悪いものはどんどんこの1年の大晦日のうちにお別れしちゃおう、切っちゃってみたいなことで年越しそばを食べるそうです、1年のうちにね。はいそして次の写真。これは 知ってる人いるかね名前を。ボーン。<金>ボーンってさ。でも名前はボーンって。何とか金。何何屋さんんとか金。んとかのか。それはなんとかね。金なのよ。 ジョヤの鐘、はいはい、です。これはあの人間の中にはいろいろな悩みとか困ったこととかね、それが100、100 8つある。108つ。108つある。で、これをとにかく1年の終わりの、その前の年のうちに107つ、107つ、ゴーン、ゴーン、ゴンって鳴らして、それで108つ目は、 新しい年にゴーンと鳴らして終わりなんだそうです。はい、これがジョアの鐘ですね。これも先生もやっぱりこの音が聞こえてくると、ああ、1年終わるなーっていう感じがして、すごくこう、落ち着いた気持ちになります。以上、日本の12月の行事と、はい、浜家さん、どうぞ、手が上がった。はい、すいません。監修ですが、お歳暮もあります。はい、あそうだおがああった、はい、さあ じゃあお歳暮ってる人、インドネシア人の人、お歳暮。知らないようなので、浜地さん、どうぞ、な治った声で説明してください、お歳暮。お世話になった方にあの気持ちのものを送ります。と、うん、えば、どんなものですか、浜地さん。え洗剤とか。洗剤とかね。<laughs> 油とかね。<laughs> そ,う,そ,う,そ,う,そう,うですね。あの多分 出ランの時のパルセルでしたっけ出<ー>ランスでの時のパルセルと同じように、あの1年の終わりにお世話になったあの方に、自勢移動、石鹸じゃないですけど、石鹸とか油とかお醤油とか、なんかあのタオルとか、もうとにかくどんなものでもいいので、ちょっとお送りするって、また来年もお願いしよろしくお願いしますという気持ちも込めてね、送るお歳暮という習慣もあります。これも最近どうですかね なくなってきました、浜地さん。それとも残ってますまだ十分に。うちは実家、実家、あの、兄弟、親兄弟だけやります。親兄弟ね。はい。えっと、小川さんのところは、もビールね。見えるはい。小川さんのところどうですかお親はやらないです。親 <laughs> はやらない。お仕事関係は仕事関係は主人の上司にはやっぱり。 そうですよね。なんかやっぱり会社の上司とかお世話になってるみたいなところはあると思いますけれどもね。はい。あの、清水さんどうもありがとうございます。先ほど、えっと、な先ほど教えていただいたのは何でしたっけあの、ポンとこう送っていただきましたけれども、お答えを。軟禁だ。ね。あの、えー、かぼちゃは軟禁というということを清水さんから教えていただきました。皆さんね、覚えておいてくださいね。ということで、えー、今日の はい、今日のプロリプログラム、日本語ワイワイ、12月の 行事と、それから週間後、皆さんでおさらいをしていきました。来週に関しては、今日ちょっと和裕さんが、のを痛めてですね、やっぱり、えー、お休みですので、また皆さんにはポスターでお知らせいたしますので、お待ちくださいませ。それでは皆さん、また来週日本語ワイ会イでお会いしましょう。さあ,あ,あ,あ、ありがとうございます。ありがうございます。そば食べたい。さよ